皆さんこんにちは、しずきかほです。以前の動画で引っ越しの動画がありました。良い運気の時に引っ越す、方角の良い方に引っ越す、悪魔の物件を避けるというお話をしました。今回は引っ越しの物件が決まってから引っ越しをして、ちょっと日にちが経ったまでこれをした方がいいよというようなためになるようなお引っ越しにまつわる話をしていきたいと思います。これをやるとやらないでは大違いです。ぜひチャンネル登録をお願いします。まず引っ越しで開運するポイント、一つ目は、引っ越しの日はできるだけ開運の日を選びましょう。開運の日というのは、例えば六曜というものだと大安とか友引きというものがおすすめです。それから最近ブームになっている一粒万倍日、これも引っ越しにはとってもいい日です。さらに一粒万倍日と転写日が合わさっているスーパーラッキー開運デーというのもあります。もしその時にお引越しできたら最高にいいですよ。転写日やスーパーラッキー開運デーは簡単にネットで調べられますので、ぜひ検索してみてください。それ以外にも暦とかを見るとおすすめの引っ越しの日というので、よく丸がついていたりします。そういう風に開運の日というのをぜひ選んでください。それから引っ越しで開運するポイント、2つ目は、荷物を可能な限り捨てて、古い運気を捨てて新しい運気を得るようにしていくということです。今あるクローゼットのものを全部持っていって、新しいクローゼットも最初からギュギュギュっていうのは絶対にダメです。新しく良い運気を招き入れられるようにスペースを作るということがとても大事です。引っ越しの前に少しクローゼットの中を整理して、ゆとりがある形で新しいクローゼットにもスペースを作っておく。そうするとそこに新しいいい運気、特にクローゼットや食器棚だと金運が舞い込んできます。洋服、靴、食器、本、それらのものは不要なもの、必要なものとしっかり分けて、必要なものだけを持っていくというふうにしてみてください。それから引っ越しで開運するポイント、3つ目は、家具を入れる前、何も荷物を入れる前にしっかりと邪気を払って、それから入居しましょう。皆さん家具を入れる前にお掃除しますか？大抵はハウスクリーニングで綺麗にしていただいているので、そのまんま引っ越してしまうっていう方がとっても多いと思いますけれども、邪気はハウスクリーニングの方では払えません。まずは邪気払いをしてクリーンにしてからそのお部屋に入るっていうことがとっても大事なことです。例えばお相撲さんが土俵で取り組みする前にお塩をまきませんか？あれがまさに邪気を払う、払ってから取り込むんです。それを自分の新居でもしましょうということです。まあ、あのお相撲さんのようにバーって塩はまかなくてもいいんですが、ほんの少し四隅とか、またはパラパラパラって全体的にちょっとずつ粗塩をまく、それから窓を開けてお庭外ってやるみたいに粗塩を外に向かって投げます。ちょっとでいいんですよ。それで邪気を払ってきます。でそのお塩は掃除機や雑巾などでしっかり拭いてください。あのちゃんと拭かないと粗塩って意外にベタベタするので、まずは掃除機でブーって取って、それからきれいに拭いてください。盛り塩するのとは違うの？盛り塩は入ってくるものをブロックするものじゃないですか。じゃなくて、今回のお引越しはもともとある木をきれいにしようということで、まだ自分が住んでなくても多少の邪気が絶対あるので、それを四隅にお塩を置くか、または全体をパラパラパラって撒いて、きれいに浄化をしてから入りましょう。その大きい違いです。盛り塩についてはぜひ盛り塩の動画をご覧ください。そしてきれいな状態にして家具を入れていきましょう。それから引っ越しで開運するポイント、4つ目は、お引っ越ししてから自分と自分の気がその家に馴染んでいくまで最低45日はできるだけ早く帰宅して家にいる時間を長くしましょう。45日間というのはその人が
そこの場所に馴染んでいくまでの期間とされています。例えばですけれども、お花を植え替えるとき、古い花壇から新しい花壇に根っこごと持っていって、その根が馴染むのに数日かかります。それと一緒に、私たちが古い場所から新しい場所に行ってから、そこに馴染んでいくのに時間がかかります。開運上は45日と言われています。ですので45日間はできるだけお家にいて、その場に自分がしっかりと馴染んでいって、そこで運気が上がっていくように整えていくということをお勧めします。もしその45日間の間に出張とか旅行で遠くに行かなくてはいけないという場合も、できるだけ短い期間にしてください。そこで2週間も3週間も行ってしまうと、また戻ってきてからそこの場所に馴染むまでもう一回スタートになっちゃうんですよ。ですので、泊まりがけでどっか旅行行くとかっていう時は短めにしてください。これをやるとやらないでは大違いです。それから引っ越しで開運するポイント5つ目は、引っ越しした先の近くにある氏神様になるべく早くご挨拶に行きましょう。氏神様というのは、その土地を守ってくださっている神様になります。新しく引っ越したら、そこの土地を守っている氏神様というのがいらっしゃいます。そこにまずは引っ越ししてきたご挨拶、そしてこれからどうぞ守ってくださいというお願いをしましょう。氏神様がわからないときは、近所お散歩すると、あ、ここかなとかっていうのがあります。社務所に行って、何丁目の何番に引っ越したものですけど、ここが氏神様でよろしいでしょうかと聞いてみるといいと思います。もしそれもわからなかったら、神社庁というものがありますので、神社庁に問い合わせてみてもいいと思います。氏神様というのは、その土地の大家さんみたいなものです。やはりその土地をお借りしてるっていうことになりますので、なるべく早くご挨拶に行きましょう。たとえ賃貸じゃなくて家を買ったとしても、長い目で宇宙規模の話で見たらば、一時そこを借りてるに過ぎないんですね。ですから、その都度その都度、そこの土地の氏神様にご挨拶をするというのが一番おすすめです。そして時間があるときに、今まで住んでいた氏神様のところには、今まで本当にありがとうございましたとお礼のお参りにもぜひいらしてくださいね。以上の5つが、引っ越しを決めてから引っ越し後やった方がいいことになります。どれもそんなに難しいことじゃないんですよ。むしろお金は一個もかかんないですね、この5つに関しては。特にどれが大事っていうより、もうこの5つは本当に大事なので、やっていただきたいなと思います。最初の動画が、引っ越しを決めてから物件を決定するまで、そして今日の動画は、物件を決めてから引っ越しして暮らし始めるまでというお話です。お引っ越しを考えている方はもちろん、または周りにお引っ越ししそうな人がいたら、ぜひアドバイスしてあげてください。今日の動画が良かったなと思ったら、高評価ボタン、チャンネル登録をお願いします。皆様に幸運が訪れますように。